いや、ここか。いや、ウィッチャー、この近くだ。行くぞ。よし、こう。先に行ってくれ。わかった。こっちだ。どっちだよ。物乞いの王の手下はティンボイというんだ。何を知ってる？よくは知らん。怒りっぽいやつだから慎重にな。こっちはやつとの交渉が全てだ。一人で来いと言ったはずだ。そいつは誰だ？心配でついてきたんだ。まあいい、話を進めよう。クリーバーと対立してるんだろう。なら力を貸してやる。だが金額はこちらで決め、交渉の余地はない。ほう。鉄を安定的に供給する代わりに利益の半分をもらおう。2割半ならいい。物乞いの王に指図するとは何様のつもりだ。はあ、3割半が限界だ。2割半がこっちの上限だ。店での値引きも足してやる。正気じゃないようだな、よそ者め。取引はなしだ。行くぞお前ら。あれ、わかった。その条件でいい。おい、でもその前に。とっとと帰れ、エルフ。取引成立だ。今後ともよろしくな。ああ、ティンボイ、飲みすぎて頭が変になったか。ここはクリーバー様の島だぞ、このクズ野郎。クソ、今度は誰だ。お、こんなとこもいた。すぐに広まるんだな。ゲラルト、どうするんだ。かっこいいね。あ、そっか。うわ、うめえ。マジか。いいね、剣がかっこいいな。剣をよく見たい。いざ戦えって、お、かっこいいな、やっぱな。大丈夫か。急げ、こっちだ。ゲラルト、早く。お、ついてねえな。なんだ。だけ。クリーバーと敵対なのかな、これで。気をつけろ、気をつけろ。まだ奴らがいるかもしれないぞ。どうするんだ。あれ進まねえぞ、これ。バグったか。あ、バグってねえや。よかった。まったく、最後には利益が出ればいいがな。それで、鉄の供給については信頼していいのか。俺を誰だと思ってる。約束は守る。だが護衛を雇った方がいい。クリーバーは何をするか分からんぞ。どっちがいいのかな。護衛をつけてくれないか。クリーバーの手下どもが逃げてった。多分奴は全て把握してる。護衛を出してやるほど余裕はないんだ。しばらくおとなしくしてるんだな。忠告に感謝する。すぐに上の連中が話をつける。それまでお前は一人で頑張って生き延びるんだな。さてどうする。
ここでおしゃべりをしてる間に相方が逃げ出したぞ。くそ、おい待て。幸運を祈る。服部待て。文句あんのか。服部どういった。服部、中にいるのか。開けろ。いやだ、放っておいてくれ。バカな真似はよせ、入れてくれ。いやだ、ミディンバンまでここにいる。許してくれ、ゲラルト。だがあれは間違いだった。盗賊と交渉して取引するなんて。もう遅い。物乞いの王から物資をもらったら、お前は金を払わなきゃならない。なんてことだ。お前には俺を守る義務がある。そんなものはない。俺は用心棒じゃない。それだ、用心棒を見つけてくれ。お願いだ、奴らに消されちまう。なんか、いびきが聞こえんだけど。なんだと？用心棒などどこを探せばいいんだ。スクルスって傭兵がスタージョンにいる。年を取ったスケリッチの海賊だ。昔雇ってた貸し毒みたいな大男で、クリーバーも恐れない。自分で頼みに行かないのか。仲違いをしたんだ。良くない形でな。つまり俺は奴から追加の報酬を要求されたんだが。払わなかったのか。最高だ。それで俺がそれを払わなきゃいけないのか。うまい方法があるはずだ。頼む、俺をこの状況から救ってくれよ。さて、探しに行くか。おい、こら。どこにいんだ。おか、なんか言ってる。もう超やってる。スーパーパンチがすげえ。やってるやってるやってる。やれ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 。口を挟むとするか。やれ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 。何のつもりだ。まだ話し合いの途中だったんだ。今のが話し合いか。関係ねえだろ。なんだ、お前も殴られたいのか。おい、危ない。お前、スーパーパンチ。悪いが自業自得だ。俺はゲラルト。スクルスだ。いい戦いだった。仲直りに一杯どうだ。中で話そうぜ。俺に何か用か、ゲラルド。お前とあの商人に何があったんだ。なんで妹はあんな奴と結婚したんだか。義理の兄弟なのか。義理のクソ野郎って感じだがな。スケリッチの蜂蜜種が大量にあれば大金持ちになれるって甘い言葉に騙された。だから持ってきた。
そしたら予定外の貯蔵費とか収益がどうとか言い始めてな。商売と家族とは相性が悪い。ああ、その通りだ。用心棒を探してる。興味あるか。ああ、金がもらえるならな。すぐにはもらえないんだ。じゃあ物々交換か。お願いにはお願いをってか。恨むぞ服部。ああ、そういうことだ。何かあるのか。義理の兄弟に金を貸してる。取り戻してこい。話はその後だ。くそ、引き受けよう。そいつはどこだ。近くの鳩場だ。実のところもう金なんてどうでもいいんだ。取り戻せなくても構わん。じゃあ何をすればいいんだ。やつの蜂蜜酒をダメにしろ。俺がアンスケリッグから持ってきたんだ。それが大人の対応か。いや、だが公平だ。うん。さて、どれやるか。どこ見て歩いてるの。